皆さんこんにちは。これから第5回雲大放送ブームを始めます。本日の司会を務めます情報学部情報学科計算科学プログラム2年の小山智奈と申します。よろしくお願いします。まずは本日の出演者に自己紹介をしてもらいます。はい、医学部保健学科検査技術科学専攻2年の二宮かりんです。よろしくお願いします。はい、看護2年の川島遥です。よろしくお願いします。今回はこの3人でお送りいたします。今まで参加された方がいたら人数少なくないと思うかもしれませんが、実は今回から2チームに分かれての放送になりました。で、今までは月に1度の配信頻度でしたが、これからは2週に1度の配信を目標に配信していきます。ぜひこれからもご参加ください。今回のトークテーマは、大学の履修登録って何？どうやって組んでいるの？です。このテーマのもと、私たち3人の1年次の時間割に焦点を当てて、実際に受けていた授業の時間割を、その授業を取った意図とともに紹介していきたいと思います。私たちは情報、看護、検査の3つになりますが、1年生の時の話なので教養科目をメインに話すので、ぜひ聞いていってください。その他の学部学科専攻の在学生からも1年生の時の時間割をもらってきたので、今からチャットに、資料を共有するので、その中で時間割を見てください。何か興味があるものがあったら後でチャットに質問送ってください。待ってます。今から私たち3人の時間割を公開します。スライドが動かないですね。私たち3人の1年次の授業公開、科学部学科専攻の履修時間割公開で、どんな視点で授業を選ぶかという感じですね。私たちがそれぞれ何を柱にしてその履修を組んでいたかと、楽しかった授業だったり、なんか面白かったなって思った授業を話して、最後におすすめの授業の組み方をお伝えしていきたいと思います。まず注意事項なんですけど、カメラとマイクはオフでお願いします。質問などは全員のチャット宛てでお願いします。楽な単位は何ですか、いや取らない方がいい授業や先生は何ですかなどの特定の授業、個人に対する名誉毀損に値する問題は答えられないのでご了承ください。他の参加者の気分を害する行動がないようにお願いします。それでは、ですね、放送を聞いていて疑問に思ったことだったり、放送とは関係なくても大学のことで何か聞きたいことがあったら、ぜひチャットに全員宛てでお願いします。トークテーマに沿って30分ぐらい話すので、その後に事前に寄せられた質問とチャットに来た質問に答えていきたいと思います。前置きが長くなりましたが、それでは本編に入りたいと思います。まずはかりんちゃんにお願いします。はい、私は検査技術科学専攻で1年を終わりました。ピンクは1年生の教養の必修科目です。学部によって開講する時間帯は変わりますが、内容は大体一緒だと思います。学びのリテラシーというのが群馬大学独自の授業になっています。これから私たちこう論文だったりレポート書かなくちゃいけないので、そういう基礎を学べるような授業でした。配布した資料に URL が載っているので、より詳しいことはそっちを見てください。私のテーマとしては、好きなものをとにかく取る、興味のあることを授業を取りました。私はそうですね、いろんなことを、とにかくいろんなことを学びたくて、あと役に立つものを学びたいなと思ったので、生命保険だったりだとか日本経済、地質学とかも興味があったので取りました。特に前期の頃は5、6限に空きコマができてしまったんですけど、この時間に宿題だったりだとか復習をしたりできたので、そこはうまく時間を使っていました。特に私が楽しかったなと思う授業は中国語の授業です。
私は課外活動で中国チャイニーズカフェに参加してるんですけど、それの活動にすごく役に立ったので楽しかったです。ハリンちゃん、チャイニーズカフェって何してるグループですか？私も知りたい。チャイニーズカフェは月曜日と水曜日の放課後にやってるんですけど、ネイティブの先生から教えてもらうことができて、どのレベルでも、私も一から発音から教えてもらったんですけど、楽しく中国語を学ぶことができて、自由に参加もできるので、ぜひ興味ある方は参加してみてください。私はこれで以上です。はい、じゃあ次ははるかにお願いします。はい、看護学専攻2年の川島はるかです。これが私の1年生の時の時間割で、私も結構かりんちゃんと近くて、好きなもの、自分の興味あるものをいっぱい勉強したいなと思って組んでみました。で、あとその一番じゃない、自分がやりたいって思ったものと、あと今までチャレンジしたことなかったことにもうチャレンジしてみようと思って組んであって、でその新しいものっていうのがフランス語だったり、あと哲学の勉強、手話も新しくやって、なんか結構なんて言うんだろう、めちゃめちゃどっぷり使って楽しかったかっていうのは別として、自分の視野がすごい広がったなって思ったから、広く浅くかもしれないけど、いい経験だったなって思ってます。でこのフランス語第二言外国語でフランス語を選んだ理由っていうのが、私が国境なき医師団に憧れていて、その国境なき医師団になるためにフランス語が話せると優遇されるっていうのがあるので取ってみました。なんか第二言語外国語をなんか自分で最初からスタートするのって結構ハードルが高いなって思うので、大学でしかも無料で始められるから、新しいことにチャレンジするのきっといいことだと思います。で私が一番お気に入りの授業が、この前期の水曜の2コマ目に入ってるドイツ歌曲概論、これはあれが好き、なんかやりたい人が多くて、抽選で見事勝ち取りました。であと後期の火曜の1コマ目にある鍵盤音楽の歴史っていう授業がとっても良くて、これはどっちも音楽の授業なんですけど、この朝次の授業で対面があったので、そのバスに乗りながらこの授業を受けることがあったんですよ。そしたらこのいい音楽を聴きながら、このバスから見える群馬ののどかな風景を見て、とても優雅な朝を過ごせたんです。だからなんかそういう授業の楽しみ方もありなんじゃないかなって思ってます。なんか私たちが1年生の時ってなんか、ずっと全部オンラインみたいな期間もあったけど、なんかちょっと事態が収束して対面が増えた時とか、対面とオンラインがこう順番に来る時間割とかがあったから、移動がみんな大変そうだったよね。ね、かりんちゃんとか家が遠いからさ、そうそう大変だった。まあでも空きコマがあってもちゃんとこうお部屋が用意されてるから、そこで自習したりとかできたんで心配しなくて大丈夫です。いやドイツいいね、リラックスして学校迎えるのいいなって思いました。楽しかった。今年もあるのかな。多分人気な気がします。どうなんだろうね。なんか音楽だったり なんだろう、歴史的なのとか言語とか、なんかいろんな分野の授業が受けれるのって総合大学ならではっていう感じがして、私が軍大行きたいなって思った理由が、総合大学で自分のなんか看護だけの勉強をするんじゃなくて、いろんな勉強をしたいし、いろんな分野に興味がある人と出会いたいなって思ってたから、本当にいい、よかった、なんか新しいこと、あれだよね、医学系の大学、その医学系しかない大学だとやっぱり同じ感じの人しか集まらないから、まあ、それはそれでもちろんいいけど、いろんな人に会えるのっていいよね。確かに学部が違ってもすごい関わりが多かったり、ディスカッションしたりとか、ね、LINE とかも交換できたりして、すごい良かったなって思いね。良かった。
じゃあそろそろ私のターンは終わりで、友達にパスします。マイクの話いいの？マイク？タイク。タイク、よくないよくないよくない。私そうだ、タイクが楽しかったんですよ。なんかあの後期に書いてあるかな、スポーツ科学。あ、そう、スポーツ科学でコンディショニングトレーニングっていうやつを選択したんですけど、あの群馬大荒牧キャンパスの敷地内にいっぱい木が生えてるところがあって、その木の間を歩き回るっていう体育だったんですよ。この森の木の自然の匂いを嗅ぎながら歩ったり、友達と一緒にお話ししながら歩ったりして、すっごい楽しかったです。あのもちろんちゃんと道あるんで安心してくださいね。先生が先導してくれて、それについてくる先生も優しかった。なんか体育、私はソフトボール中学の時にやってたから、大学でもなんかこういう団体スポーツってこういう時しかできないから、スポーツ科学で取ったんだけど、なんか私の学部、情報学部は医学科の人たちと同じ時間帯に授業を受けることになってて、でソフトボールなんかほとんど男の子ばっかだったんだけど、ばっかでなんか女の子6人しかいなかったんだけど、でもなんかそう、でもその子たちがなんかみんな趣味がなんか近くて、それでめっちゃ話盛り上がって仲良くなって LINE グループ作って遊んだことがあって、で今も連絡取ってて、そういうなんだろう、学部またいでとか、もうなんかそういう体育の授業、まあ、他の授業でもつながりはできるんだけど、そういうのあるから面白いよね。確かに、やっぱ授業よ、座学の授業よりもさ、アクティブな体育の方がなんか心開きやすい感じがする。仲良くなりやすい。え、その仲良いグループには情報学部だけじゃないってこと？医学科の情報半分と医学科半分。あ、いいね、なかなかないよね、そのグループの構成とか、うん、いいねいいね。どうですか、何取ったか？私は前期はバドミントンを取って、後期は座学のスポーツ科学を取りました。後期のそう方はね、私も運動不足だから運動した方がいいなと思ったんだけど、あのスポーツ栄養学で栄養を学びたいなと思ったんで取ってみました。なんか体育っていうと体を動かすみたいなイメージが強いと思うんだけど、うん、なんか私の学部が受けれる授業でなんかめっちゃ動くやつだとソフトボールもだし、サッカーとか、あとなんだバスケとかもあったのかな、前期は。学部で違うの面白いよね。なんかがっつり体を動かすのもあれば、さっきはるかが言ったみたいな歩くやつとか、あと紙飛行機もあったんだよ。紙飛行機あったね。ね、びっくりした、説明会聞いた時めっちゃびっくりした。紙飛行機。紙飛行機も体育に入るの面白いし、まあ、もうそういう運動ですら嫌だったら、かりんちゃんが受けたスポーツ栄養と、あと普通の保険みたいなやつがあるよね、それがすごい興味深かった、面白そうだなって思ってた。運動が苦手でもちゃんと単位は取れるから、うん、頑張ってって感じ。じゃあ楽しみたいね、うん、面白い。じゃあ次いきますね、私。はい、はい、お願いします。水色とピンクのとこは最初にかりんちゃんが言ってくれたのと一緒なんだけど、緑のところ、情報メディア基礎論とマスメディア基礎論は情報学部の選択必修って言って、この授業の中から何個取ってくださいみたいなのがあるので、それにのために取ったやつですね。で、無印のとこはもう1年生が全員受ける授業になってて、私が大事にしたポイントは、簡単に言うとコスパ重視になるんですけど、かりんちゃんとかはるかは言語系が結構いっぱい入ってたと思うんだけど、うん、外国語って単位1単位しか出なくて、他の授業ってほとんどが2単位も2単位出るんですよ。で、私は、まあ、言語が得意じゃないっていうのもあるので、その外国語は取らずに2単位が出る教養科目をこの青いやつ7個入れました。で、
私はこの計算機科学プログラムっていう理系の方のプログラムに行ったんですけど、情報学部には4つのプログラムがあって、文系2つ理系2つで、文系の人たちは言語4つ4単位分前期後期2個ずつ取らないと卒業できないけど、理系プログラムだったら取っても取らなくてもいいっていう感じだったので、私は取りませんでした。で、必修科目がこのまずピンクと無印 無色のところはもう最初から決まっているので、その後にこの水色だったり緑だったりを入れるんですけど、例えばこの水曜日、前期の水曜日だったらこの時間帯に学びのリテラシー1しか入ってなくて、このままだとなんか1日に1個のためだけに学校に行かないといけないみたいなことになって、移動時間ばっか増えちゃって、なんか時間効率が良くないので、この前後何か取りたい授業ないかなって、その中で選んだっていう感じですかね。まあそれぞれそれなりに興味はあるのを取ったんですけど、私はもともと理系なので、この日本経済入門とか家族生活とか法律の話と経済の話は基礎知識がなかったんで、意外となんだろう、話が分からなくてちょっと大変だった面もあったりします。でも時間の使い方が本当上手だよね。すごい、できるだけこの間が空かないようにっていうのは意識して、でもなんか私の場合対面で受けたのが本当に少なかったから、なんか家にいて授業を受けるから、後期の木曜日とかこの間2つも空いちゃってるんだけど、まあ朝一授業を受けて、その後間家の家事だったりぐらいだったりに、家にいて授業を受ける場合は使えるからありかなって思ってやってました。で、なんだ次は面白かった授業か。ちょっと待って、私は全休が気になるな。あ、全休、すごい、ね、足作れなかったもん。私も無理だった。そう、私はこの金融、後期の月曜日に全休、授業が1個も入ってないんですけど、なんでこれができたかっていうと、まずこのピンクの授業も、学部の必修絶対取らなきゃいけない授業もまず入ってなかったので、それでまあなんだろう、取ろうと思えば授業はあったんですけど、別に取らないといけない授業はなかったので、全休を作ることによって、私は平日はバイトしてないので土日にバイトでいっぱい働いて、月曜日は自分の休日みたいな感じにしてました。いいね。なんか私とかりんちゃんはそもそもあんま全休作るっていう意識もなかったけど。そうだね、多分作ろうと思えばいけるよね。ね、頑張れば、頑張れば作りたい人、本気で作りたい人は今から後期の時間割もよく考えてるから、ね、そういうやりたい人は今から確かに計画的にいろいろ進めた方が良さそうって思う。情報学部はこの水色の1年生の教養科目、なんか卒業するまで1年生から4年生までの間に14単位取ればいいっていう気がするんだけど、医学部の人とか理工学部の人はキャンパスが2年生から離れちゃうから、1年生のうちに全部取っといた方がいい、取らないといけないかな。取らなくちゃいけなかっただけど、今どうなんだろう。よくあれだね、履修手引きをチェックした方がいいかもしれないね。あと学部によっても単位数ずれてたりするから、確かに確かに。私はね、ちょっと今宮沢賢治を読むがめっちゃ気になってて、なんかすごい私の友達から聞いたんだと、すごい人気っていうの、面白いっていうのを聞いたんだけど、どんな感じなの？宮沢賢治を読むっていう授業はまず授業スライドの中に宮沢賢治が今まで書いていた作品がこう文章で書いてあって、それを先生が画面共有して、ズームで授業やってるんですけど、それで一部分をまず先生が音読して、じゃあここでこういう表現がされていたけど、そうアニメを見るんですよ。なんかアニメ化してるのがあって、実際の作品を先生が音読してから、じゃあ次アニメ見てどういう風に表現されてるか見てみましょうみたいなのを繰り返す授業で、
その表現が実際にどうされているのかとか、あと登場人物のこの時の心情はどんなどうでしょうみたいなのとか、そういうのを考える授業で、まあ、私自身は本読むのあんま得意じゃないんだけど、うん、でもそれでも楽しく受けれたからいい授業だなって思って、でオンラインだったからかもしれないんだけど100人ぐらい受けてて、すごいすごいめっちゃ人気だね。人気だった。なんか、まあ、アニメなのにちゃんと問題文が国語っぽいのが面白いね。心情とか考えるんだ。そう、だからなんもう高校終わったら国語やんないって思ってたけど、うんうん、意外と楽しくできたし、あ楽しいんか、なんだろう、もう理系だからこの先国語やることないから本当に最後の国語だったなって思って、うん、確かに理系行くとね、そう、うん、本だと読む気ないしな、うん、あと説明飛ばしちゃったんですけど、前期の金曜一元の学びを構築するっていうのは、なんか多分学部によって開講されたりされなかったり、情報学部だけだったかもしれないんですけど、うん、なんか基本この金曜1、2限って書いてあるんですけど、なんか 2,3 週分一気にまとめて土曜日のに授業が入ってたり、割と変則的な感じで、うーん、これをやったのかな、なんかこうなんだっけ、なんか講師の人が来て、あ、オムニバスじゃない、オムニバス、それじゃない、違う。それじゃないけど講師の人が来て、こういう場合どうしますかみたいな、ケーススタディかな、なんかそういう感じのを出席番号近い5人ぐらいでチーム組んで発表をやってみましょうみたいな授業でした。あ、いいね、めっちゃ面白そう。やっぱなんか教わる、一方的に教わるだけじゃなくて、そういうディスカッションがあるやつが私は楽しかったな。なんか Zoom でもブレイクアウトルーム使ったりしたじゃん、うん、あれが楽しかったな、ね。あともう一個面白いなって思った授業があってチーム医療があって、チーム医療で、トーマちゃん情報なのに医療取ったんだ。そう、なんか別に私、なんだっけ、チーム医療どういう授業やったかっていうと、毎回医療職、まあ医者来たかな、看護師だったり作業療法士だったり、うん、理学療法士だったりとか、あと消防士の人も来たのかな、なんか消防、なんかその医療に関連する職業の人がそれかけるチーム医療っていう形で毎回講義してくれて、で1回でその人が授業を持って、次の時には違う人が来るから1回完結の授業が十何個あるみたいな、すごい、そういう授業だったのから珍しいし、なんか毎回いろんな話聞けるから面白いなと思いました。素敵だな、うん、なんかやっぱ私医療興味あるからなんか素敵だと思う。あ、でもそうだ、私言いたいことがあったんだ。なんか新しいこととかにチャレンジしたいって私さっき言ったんですけど、うん、医療系に私はやっぱりもともと興味があって、教養の中でも医療系健康系の方を取りたかったっていう思いがあるんですけど、そういう専門的なやつはもう私は2年生以降でボン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 勉強するので、あんまり取らないようにっていう意識もしてみました、うん、やっぱり教養でしかできないことがいっぱいあるから、うんうん、確かに他の学部系のもね、なんか、うん、やってみると面白いよね。ね、よかったと思う、うん、じゃあ、あれだね、なんか結局何とっても割と面白いから、うんうん、ね、他にも興味あるのあったけど、今自分が取ったやつで全然後悔ない私は。あと一個、もう一個喋りたい。何？この金曜の3、4限の多様性について考えようっていう授業なんだけど、うん、これはこの前期にある学びのリテラシー1の2に2があって、2は毎回じゃない、授業がもうこれやるよっていうのが何個か用意されてて、そこから希望を出して1個好きな授業を取るんだけど、
多様性について考えようっていうのは、これも授業のなんだろう仕方が面白くて、まず多様性について興味がある人が集まって、どういう多様性に興味があるっていう話になって、私だったら LGBT とかセクシャリティとかそういうジェンそういう感じのところに興味があって参加したんだけど、でそのつもりで参加してるからそういう人たちがいっぱいいるのかなと思ったら、もちろんその人たちも多いんだけど、なんか障害だったり国籍が違う人たちっていう意味のマイノリティだったり、そういう多様性について考えたい人だったり、なんか面白かった、なんだっけな、なんかトイレの話とかした、トイレの設定とか、国によって違うってこと？そう、なんか違かったんだよね。でそのトピックに興味がある人たちが5人ぐらいのグループになって、Zoom のブレイクアウトルームに毎回入って1時間ぐらい、これどう思う？とかそういう話をして、なかなか話すね、1時間も話すの？を話す、そう、楽しそう。そのメンツだけで1時間弱とか、それについてめっちゃ話して、でそれが終わったら全体の部屋に戻って、私たちのグループではこういう多様性があるっていう話をしましたっていうのを交換していくから、みんなでいろんな多様性がの話が広がってって、いろんな価値観に触れられるし、しかもあれだよね、仲良くもなれるよね、1時間も話すればだからなんか授業っていうと先生がいてなんかこう教えてくれるみたいな感じが多いって思っちゃうかもしれないんだけど、授業によってはそういう生徒だけ、生徒がメインで作られていく授業もあるから、退屈しなかった、一番面白かったなって思って、自分がそれが一番面白かったんだ。そう。いいね。なんかブレイクアウトルームよく分けられるけど、なんか15分とか20分くらいの時もあって、なんかそうすると結構自己紹介とかもあるからさ、浅はかな感じにもなりがちじゃない？確かに。ブレイクアウトルームはね、もう思いっきりって自己紹介始めなくちゃね、なんかもうシーンとしてるとね、ほんと時間過ぎちゃうから ね。いかに一発目喋り始めるか結構大事だね。私絶対1回目によろしくお願いしますって言うもん。ああいいね、すごい、めっちゃいいそういう人いるとめっちゃ助かるよねじゃあそろそろまとめに入りたいと思うんですけど、そうですね、あ、もう30分経ったたんだ、早くねじゃあ最後に、どういう視点を持って授業を選ぶかを説明していきたいと思います。はい、私たちのおすすめの授業の組み方はこの3つです。興味関心に基づいた学び重視、時間割やコマ数のコスパ重視、評価方法のバランスを重視のこの3つになります。で1個目の興味関心は、まあ、はるかとかかりんちゃんみたいな感じで、コスパ重視は私で、もう1個評価方法っていう視点があるんだけど、評価の方法がなんか例えば授業の終わりにコメントを出してくださいとか、課題出してくださいみたいなのとか、あと楽器の途中もか、そういう課題ちょっと出したりレポートテストって、で授業によって様々で、でもまあ評価のメインとなるのは期末試験だから、その時になんかレポートでほとんどが決まりますよっていう授業と、テストでほとんどが決まりますよっていう授業があって、テストだけの授業をずらーって並べると、テスト期間にテスト勉強ですごいことになっちゃうから、そのレポートとテストのバランスはよく、まあ自分がどっちが得意かっていうのもあると思うので、まあそれは比率は自分で調整してほしいんですけど、でもその評価方法もちゃんと見た上で、その自分の大事な観点をこの順位付けて、それで授業を選んでいってほしいなって思います。評価も気にした方がいいけど、まあ、全てじゃないからね。そうだね、取れれば、そう、自分が楽しくできるのがやっぱ一番意味あると思うから、なんかいくら簡単に単位取れても、その中身何も吸収できてなかったら、せっかく90分かける15回も授業を受けてるのに時間の無駄になっちゃうと思うので、いいバランスを保ってほしいなって、そういう情報はシラバスに載ってるので、教務システムからシラバス検索
できると思うので、私前期の時確認しないでやってたんですけど、後期見たら見とけばよかったってなったので、ぜひ皆さん、と早めにチェックして備えるといいと思います。私はちゃんとシラバスチェックした上でこう授業並べたんだけど、なんか前期の終わりってちょうど緊急事態宣言かなかなんかで、出てた出てたね、ちょうど被ってて、なんかもともと情報学部ってテストあんまないんだけど、保健学科とか医学とか理工とかに比べると、うん、なんかテストよりもレポートが多い感じなんだけど、うん、でももともとテストだったやつまでレポートにされちゃったから、もうほとんどレポートみたいな、うん、確かに多かったよね。確かにレポートだらけだったわ。私文章書くの苦手なのに、もうレポートだらけだったからもう本当大変だった。めっちゃ書いたって言ってたよね、友達は。ん？そう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 、めっちゃ書いたって。だいぶ文字数もね、普通のレポートだったら2000字が平均かな、1年生が書くやつだと、うん、なのになんか4000字のレポート3つとか書いた。あーすごい理系だって言ってんのにでも絶対力になるよね、そういうのやってるとね、これから必要になってくる力だし、調べ学習もするから、なんかそこで知らなかった情報を手に入れられて面白かったなって。じゃあ頑張ってよかったってことだ。まあまあまあ、まあ、よかった。あ、なんかずっと毎回授業とか出てたりすると、テスト期間とかもなんかだんだん楽な方に行きたくなるし、私もなったけど、うん、なんかせっかく頑張って受験勉強して受かっての今のこの初心を忘れずに行ってほしいなって思います、1年生に、うん、やっぱそう、何が大事かをちゃんと思い出してほしい、ね、そんな堂々と言える身じゃないけどそうだね、対面も増えてくると思うからね、ぜひ楽しんでるといいな。単位だけは落とさないようにちゃんと課題を出してテストを受けてください、みんな。そうだね出席大事、ね、そう、なんかテスト、あ、難しかった、できなかったって思っても、なんか出席しただけじゃ点数はもらあげちゃいけないことにはなってるんだけど、出席しないとできない課題とかコメントによって点数をくれる先生もいるから、そこでしっかり稼いどくと単位落とさないと思うので頑張ってほしい。じゃあこれで私たちが用意した内容は一通り終わりなんですけど、チャットが1個来てたので答えたいと思います。ね、あ、これ見ちゃってるね、ごめんなさいどうしよう、何がごめんなさい、どうしようかな、え、番号出ちゃうなって思って、万が一単位を落としてしまった時のために多く授業を取って単位を多めに取れるようにした方がいいですか。いや、それは違うんだよ、それは違うんだよなんか、どうなの、学部共通なのかな、私の学部は46単位年間で取れるんだけど、保険はどうですか。分からんな。ない数字は分かんないけど。でも上限はある。上限はある。まあ、情報学部だと46単位上限が基本的には設定されてて、で、なんか例えば前期に30単位詰め込んだら、後期16単位しか取れないから、そうすると前期に授業がいっぱいあるってことは期末の課題の量も増えるから、それで期末試験の期間にこういっぱいいろいろやんないといけなくて大変になっちゃうから、それで単位を落とす危険性が高まっちゃうから、やっぱ前期後期ある程度バランスよくした方がよくて、でなんか片方にこうよ、何だろう、寄りすぎる、集まりすぎちゃってると、あの先生から怒られる場合があるので、ね、気をつけてほしい。なんか去年は情報学部特にその前期後期のバランスは言われてなかったんだけど、今年のガイダンスで前期20何単位までしか取れませんよって制限がかけられた。そうなんだ、分かりやすくていい、確かに教えてもらえるんだね。
確かに単位あんまり授業を取りすぎると忙しくなっちゃうし、多分普通にちゃんとやってれば単位は落とさないから、であとなんか単位を落とすとやっぱなんて言うんだろう、こう 見栄えというか成績見た時にあんまり印象が悪くなっちゃうらしいから、ちゃんとギリギリというかぴったりもしくはちょっと上くらいを取っといて真剣にその授業に取り組めば全然多分心配しなくて大丈夫だと思います。質問ありがとうございます。ありがとうございます。履修取り消し期間っていうのがあるんだけど、2週間でまず履修登録して、でその後に 1、2週間その履修やっぱやめますっていう申請ができるんだけど、でもそれ例えば2単位の授業1個取り消ししたとしたら他でまたプラス2できないの、46単位もうそれも含まれちゃう成績に。そう、どちらだけかな、ちゃんとなんか履修というか取り消し期間に消してもってこと、消さ、そう、消して消したらあの何評価には入らないから、うん、GPA っていうのにはこう、何も悪影響を及ぼさないんだけど、でもそのマックス取れるのは46までだから2単位を取り消しちゃったら44単位までしか取れない。なるほどね。じゃあ取り消し期間もそんな自由じゃないってこと？そうそうそう、結構気軽に消せるんかと思ってたら意外とそうでもない。そうかな。来年その分2単位取らないといけなくなっちゃうのかもしれない。私の学部の話かもしれないから、他の学部の人はちゃんと履修手引き読んでほしい。それでも分かんなかったら先生に問い合わせてください、うん、それが一番だ。期間の間にちゃんと授業いろいろ出てちゃんと決めとけば大丈夫ってことだね。 OK って私がなんで OK って感じなんだけど私も勉強になった。勉強になります。あと事前質問1個来てたの、はるか、はい、答えて。今からでも質問どんどん送ってくださいね。事前質問で手話と第二言外国語の両立って難しいですかっていうのと勉強法についての質問をいただいたんですけど、私も実際手話を取ってフランス語も一緒にやってたんですけど、なんか手話は結構、まあ、言語といえば言語だけどあんまり私の中では言語っていう感覚がなかったし、多分体で覚える感じだからそんなに負担じゃなかったのかな、まあ、負担じゃなかったのかなって思うんですけど、あの手話で大変だったのが、まあ、今年変わるかもわからないけど課題でこう送られてきた動画の真似をして自分で動画を撮ってそれを Google ドライブにアップするっていうのがあったんですけど、それの撮影になかなか時間がかかったのがとても大変でした。だからすっごい基本的なことだけど出された課題にはなるべく早く手をつけてやってしまうことがあの両立のポイントだなって思います。フランス語もねまあまあ難しかった。発音がやっぱり、ね、違うし文法もなんだか違うし、でもちょっと英語と似てるところがあるから逆に難しいところもあって、うん、あそうなのね、うん、でも手話とかいいよね、絶対役に立つし私も迷っためっちゃうん、そう、私は身近に手話で話さないといけない、手話の方が話しやすい子がいたからなんか絶対身になるなと思って、将来も絶対役に立つと思う。覚えてればいい話だけど、うんうん、こんばんは、ありがとう、ありがとう、お疲れ様お疲れ様。なかなか一人でねテレビとか見て、私一回テレビで覚えようと思ったけどなかなかできないから、授業でもその習慣というか、うん、受けちゃうと結構身に、ね、うん、取り組みやすいかもしれないし、自力で勉強しないものを選ぶのいいよね。何自力で勉強しないだろうなみたいな、うんうん、確かに本当そう思う、強制的にやらせてもらう方がやる機会がね毎週絶対あるとやろうっていう気になるし、授業を受けるたびに、ね、自分でももう一回勉強してみようかなみたいなモチベも上がるからいいと思う。一緒に勉強してる子もいるからね、うん、もう一個来ました、はい、ありがとうございます。
抽選の科目は第二希望の科目も入れておいた方がいいですかってことなんですけど、どうなんだろう。なんかもう抽選始まる前に人気のやつってもう数字書いてあるから、大体私入れたなと思うんだけど、第一希望がすごい人気で、第二希望、あ、そう、第一希望でまず抽選やって、でそれで溢れた人たちは次の授業登録すると思うんだけど、その何、先にその第二希望入れてた人は多分第一が落ちたら第二がそのまま入れられるから、その間に選択肢が減っちゃうかもしれないですね。どうなんだろうね。でも私は入れてましたね。と火曜日の一限の方で心理系のを取ろうと思ってたんですけど、うん、抽選で溢れちゃって、でその時にたまたま中国語を入れてたんだよ。そうだったの？そう、そこで中国語が入って、うん、まあ、その後こういろんな縁でこううまく、うん、あ、結果的に取ってよかったなって感じになったけど、まあ、確かに第二希望入れちゃうとそのままスライドで入っちゃうとちょっとまあ焦るというか、うん、あるかもしれないから、もし第二希望って外せた？その一旦第二希望で入った後外せじゃないのかな。人数を見てたから外せた気がする、うん、からその第二希望の授業になってもそれ絶対受けたいなって思ったら、できないんだっけ、もしかしたら方がいいし、取ろうかなどうしようかなぐらいだったら第一希望だけ入れて、その抽選結果を見てすぐに、あ、またリスト登録の場所行けばまだ残ってる授業を入れられるはずだから、第二希望がどんぐらい受けたいかで決めるといいかなって思います。そうだね、びっくりしないように第二希望になった時のこともちゃんと考えた方が私は韓国語取ってた、もうやろうと思ってたんですけど、そこで中国語にこううってなって、外国語2つ、あ、まあ、英語も取ってたから3つやってなって結構焦ったというか、あるからちゃんと第二希望をもし入れるんだったらちゃんと考えておいた方がいいかもしれないです。単位取れば何でもいいっていう話でもないからね。うん。うん、チャットまだ募集してますけど、どうですか、うん、質問ありますか。ありがとうございます。と思ったら。ありがとうございましたね。ありがとうございます。私話すの忘れたなって思ったんですけど、かりんちゃん。ね、いろいろ忘れてるね、私。GMLの講義、皆さん気づきましたか？ね、どうやって戻すこれ。違う違う、かりんちゃん説明できる？あ、そうですね。で、2人で協力して、うん、私たちはと GFL というものに入ってまして、グローバルフロンティアリーダー育成プログラムというもので、国内外でリーダーとして活躍できる人材を育成するというプログラムです。と水曜、後期の水曜の90限に入ってるやつに、そう、ありがとう、そうだよね。どういう授業してるの？と外部からこう先生だったりだとか、と知事、群馬県知事の山本知事のお話を聞いたりだとか、模擬国連って言って英語を使ってと国連みたいにこう国を分担を背負ってやったりだとか、すごいいろんなプログラムがあって、1年生はこの時間で決まってます。そうなんだね。めっちゃ楽しかった。あれね、英語好きな人はやっぱ GFL やってて楽しそうだなって。確かに英語というよりもとにかくもうグローバルに興味があったり、リーダーとして別に海外とは限らなくてもこう頑張りたいっていう思いがあれば誰でもこう、まあ、あのテストがあるんですけど。6月くらいにこう申し込んで、そう、試験があるけどそれに合格すればいろんなプログラムが待ってるので、とその話はと今後のグームでと放送したいと思うので、ぜひまたその時になったら興味ある方ぜひ来てくれると嬉しいです、うん、待ってます。今のとこ予定だと次の配信、来月の1週目だか2週目ぐらいにやると思うので、でその後に多分学校の GFL のなんか、うんうん、ガイダンスとかがあるのかな、うんうん、確か、うんうん、全部にあるから、それと一緒に聞いてくれたら実際に GFL 生の、まあ、
はるかとかかりんちゃんもだし、その他の人も来るかもしれないので、うん、ぜひ気になる人は来てほしいなって思いますね。待ってます。待ってます。先生もね、楽しみにしてたよね、1年生の子。そうだね、本当にいろんな子が来てほしいってね、うん、GFL のまた詳しい話も下に URL 貼ってあるので、気になる人は見てください。見てください。どうですか、質問まだ答えられますけど、ありますか？いいかな、私、質問あるんだけど。誰に？友奈ちゃんに。何？なんか友奈ちゃんの授業のどっかに、なんかなんか読めない、この水曜の90弦でさ、878でフィサーンみたいな、これなんて読むの？何？どれ？ PYTH。 これね、Python って読むんだけど。 Python って読むの？待って、聞いたことあるわ、なんか面白い言葉だなって。なんかプログラミング言語 Python か。 Python か。情報学部はまあこれ取らなくてもちょっとだけ、どれだっけな、情報処理演習かな、うん、嘘ついたかもしれない、うん、嘘じゃないちょっとだけ触れて、うん、で2年生になると理系の人は C 言語っていうまた違う言語やるんだけど、文系の人たちは Python 使うかな、うん、アプリなんかね、ネット上にの環境は構築した上でやらないといけないんだけど、なんか自分でこうプログラム書いて実行を押すとだって、かっこいい。暗号みたいなのを作るっていうこと？もうプログラミングの中だと多分簡単めな言語なのかな。どうなんだ、聞けてよかった、うん、かっこいいね。めちゃめちゃかっこいい。 Python か。 Python なの。あ、そう、この Python の参考書をこの前見つけたんだよ、あの正規で。うん、なんて読むんだろうなって友達が言ってたの。なるほどね。保険読めないよね。はい、そうね。面白い。そろそろ終わりの時間が近づいてきてしまったので、あと、ね、出る説明だけしようと思います。はい、私たち3人以外のは医学部、医学科、医学部保険、作業療法を理学療法、数学科、物質環境学類のをもらってきました。ちょっと待って、音楽の子からももらったのに忘れちゃった。入れるの。ホームページとかに載せられる。載せられたら載せるので、音楽興味ある人いたらそっちから見てください。ごめんなさい。ここにこの色の説明は書いておいたのと、あとカリキュラム、GFL のホームページで、あと広報大使も絶賛今募集してるので、1年生今聞いてる人たちぜひ来てください。はい、お願いします。早速入ってくれて嬉しかったね。確かに。何が来てくれたのね、4月27日の18時から Zoom でこの広報大使活動どういうことしてるのっていうやつ、私たち全員出るのでぜひ来てください。基本システムに実はお知らせ来てるんです、しれっと、うん、探してみてください。知ってるんで、ぜひ。でその後にまたグームあるんで、ちょっとぐちゃぐちゃしちゃった。あと宣伝いくつかさせてください。学生広報大使、独自の TikTok があるので、ここでは、まあ、主に荒牧キャンパスの話にはなっちゃうんですけど、まあ、あと昭和と桐生もなんかキャンパスの風景を映したりっていうのがメインで動画を上げてて、そうですね、なんか風景わかるので、今オープンキャンパスとかもオンラインで実際に学校に来れない、うん、まあ群馬県内の人だったら来れると思うんですけど、私も県外出身なので、なんかこういうネット上で雰囲気わかるといいなって思うので、うん、ぜひ。学生の視点だしね、うん、登録しなくても見れるけど、ぜひフォローしてください。私が更新頑張ってるんで、主に、うん、お願いします。ありがとう。この Zoom のホームページ
を貼っといたんですけど、ここにも自己アンケートあるし、多分チャットにも貼ってくれたのかな、貼ってないかもしれない。お願いします。今から多分貼られると思うので、自己アンケートもぜひ答えて、感想とか何でもお待ちしてます。で、さっき言ったやつ書いてあったわ。学生広報大使説明会がこれ、この情報でやるので、ぜひ来てください。待ってます。宣伝。次回のグームは4月27日水曜日8時から2週間後の同じ時間ですねにあるので、トークテーマは部活サークル紹介ということで、今回私たちは荒牧キャンパスとあと昭和キャンパスの2人チーム前橋でお送りしたんですけど、次回は桐生の理工学部の先輩たちがやってくれるので、うん、ぜひ来てください。ちょっとどのサークル部活が参加するかまだ詳細決まってないんですけど、なんか気になる部活がある人ぜひ来て聞いていってください。そう、大丈夫かな。あ、前期何コマ取りましたかって滑り込んできたね、今調べてる。ありがとうございます。ありがとうございます。何コマ、何コマだろう。私9コマですね。 9単位です。と検査保健学科。それ見たら分かるんか。あ、そうだね。なんか私は12単位教養科目、月金は専門なんですけど、12単位取らなくちゃいけなくて、前期9取って後期4取って計13個、13単位を教養科目で当たりました。教養の話ね。教養で言っちゃった。多分もう私も9だ。月金はね決まりだね。なんか9と、これで言ったら健康教育は2段だけど、スポーツ科学は1単位で、うんうんうん、計算してなかった。英語も1単位、こういうなんだフランス語とか選択英語も1単位だったかな。言語系は1単位で決まってて、うん、そうだね。あと実習とか演習実験とかも1単位だったのかな、基本的には。そうだね。な感じで、私は何だろう、にしろやーでハーって言うんだ。27と19だから、まあでもね、なんか私たちは割と1年の時に27、少なくてもか25、7、9の人が多かった。前期の方が多かったから。どんな感じなの、はるかちゃん。私計算がちょっと難しかったな。いや、多分かりんちゃんと近いと思うの。青の方だけ数えればどうにかなる。12は取らなくちゃいけない。やと2、4、14？ おぉ。しろやと2。前期に結構取った感じになるのかな。なんかやりたいこと詰め込んだから、前期も後期もまあまあ忙しかった。うん、結構ぎゅうぎゅう詰めだよね。うん。まあ、あと何だろう、保健学科だとやっぱ職業を育成する、職業人育成の学部っていうのもあるから、こういう専門科目だったり実習とかがどうしても多く入っちゃうから、多くなるかなってね。うん、情報学部はね何にでもなれる。あんま資格は取れないけど、いや絶対役に立つよ。なんかこれからの時代って感じがする、うん、あ、本当に広くって感じ。もう全然パソコンって感じ本当に、うん、分かんない。だから3年4年になったら狭く深くになるから、うん、それまである程度悩める感じかな、うん、あ、いいね。そろそろ時間が来てしまったので締めに移りたいと思います。はい、そう、私たちダラダラね、ずっと喋っちゃうからね。そう、仲良しが良かった。はい、じゃあ、閉めます。それでは、ここまでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。今、この放送を生で見ている方は、Zoom のチャット欄に、YouTube でアーカイブを見ている方は、この動画の概要欄に、事後アンケートの URL を貼っておきますので、今回の Zoom の感想を、感想だったり、意見でも、何でも書いてください。はい、第5回今回のグームのアーカイブは明日の
20時に投稿される予定です。またもうさっきお話ししてるし今表示されてるんですけど、次回のブームは4月27日水曜日20時からを予定しています。でトークテーマは部活サークル紹介かっこ仮ということで、楽しみにしていてください。はい、ただ予定は変更される場合がありますので、各種 SNS、Zoom のホームページなどご確認ください。そしてよければ軍大公式 YouTube チャンネルのチャンネル登録や各種 Twitter、Instagram のフォロー、学生広報大使独自でやっている TikTok のフォローなどもよろしくお願いします。それではまた次回の放送でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。ありがとうございました。聞いてください。